You messed with the wrong guy. さっさと始めようぜ。全力で行くよ。覚悟。出力全開。よし、やるぜ。どうした。せい。よし、調子出てきたぞ。後悔するなよ。任せといて。覚悟。シワを伸ばします。俺の番だ。調子出てきたぞ。俺の番だな。やめろ。もらった。どうした。 This one's a doozy。何でもいいぜ。全力で行くよ。よっ。せいや。よし、やるぜ。今のお苦労さ。向かうと吸収が早いのよね。かかってきやがれ。全力で行くよ。ビビってんのか。はあ、行くよ。せいや。俺の番だ。手加減はなしだ。俺の番だな。また成長しちゃって。Really pissing me off. さっさと始めようぜ。よし、やるぜ。全力で行くよ。ほら、来いよ。手加減はなし。俺の番だな。行くぜ。俺の番だ。次ね。これが俺の仕事だ。吸収が早いのよね。よし。やんのかこの野郎。任せといて。せいや。よし、やるぜ。手加減はなしだ。悪く思うなよ。よし。
全力でいくよ。これどうぞ。俺の番だ。調子出てきたぜ。はい、また成長しちゃった。よし、いい、いけるな。うめえ、いけるな。おいしい。悪くねえ。うまいな。いけるじゃん。いらっしゃいましたか、春日さん。お祈りしてたのか。ええ、あちらがネレ島のある方角なんです。ネレ島？パレカナの聖地なんです。この先のどこかに浮かぶ小島で、私たちの神の名をいただいています。そこに我々の神ネレ神が眠るという言い伝えです。へえ、島が丸ごと聖地なのか。はい、ハワイ王朝の時代から聖地と認められてきたので、現在も島の所有権は教団にあります。手つかずの自然が多く残っていて、ネレ島では我々が理想とする究極の暮らしが送れるんです。究極の暮らしか。贅沢三昧って意味じゃねえんだろうな。当たり前でしょ。ただネレ島に足を踏み入れることが許されるのは、教団の代表をはじめ徳を積んだごくわずかな教徒に限られるんです。かくいう私も実際のところネレ島に立ち入るどころか、この目で見たこともありません。私もいつかは博に認められたいものです。博？徳を積み信仰心が認められた教徒にのみ贈られる称号ですよ。教祖様から博の称号を与えられた教徒だけがネレ島で暮らすことを許されるんです。あんたは選ばれてねえのか。こんな熱心に活動してるんだしよ。僕の信仰心なんて雑念だらけですよ。そもそも博に選ばれたいと願っている時点で不純です。地上の楽園ハワイの、そのさらに中にある楽園の中の楽園か。あかねさんも博ってのを目指してたのかな。まさか。あかねさんは私と違って我欲に動かされることのない人です。見返りを求めてなんてありえません。ただん？あ、いえ、以前あかねさんに伺ったことがあるんです。なんであなたはそこまで献身的に他者に尽くせるのかと。その時彼女言ったんです。罪滅ぼしみたいなものかもしれないって。罪滅ぼし？なんだよそりゃ。荒川って人を振ったことにか。さあね、これもぜひ本人に聞きましょう。だな。それでは奉仕活動を始めましょうか。ふぅ、だいぶ綺麗になったな。あかねさんが見てた景色か。なーに黄昏れてんのよ。脅かすなって。どう、手がかり見つかった？え、いや、ちーちゃんは？こっちもなし。くどくばっかり積み上がってくね。このままだと茜さん見つけるより前に博になれちゃうかも。そうかもな。一番はさ、の茜さんに会えて
茜さんがもし一番のお母さんだって分かったらどうする？ああ、どうもしねえかな。別に母ちゃんなんて呼ぶつもりもねえし、今んとこはこれを届けてやりてえってだけだな。そっか、いいな一番は。え？何かだ。私の家のこと話したでしょ、藤宮家のこと。私は家とか家族とか血縁とか大嫌い。そういう一般的には綺麗に聞こえる言葉が私の人生をずっと呪いみたいに縛り続けてる。だから、一番の生き方がすごく自由に見える。ごめんね、金持ちのないものねだりなのは分かってる。なあちーちゃん、家で死ねえか。はい、家でだよ、家で。手伝うぜ。俺組で夜逃げの仕事を手伝ったこともあるんだよ。ちょっとこれでも真面目な話をしてたんだけど。俺も真面目に話してる。ちーちゃんが家から出て自由に生きてってんなら手貸す。富士宮家ってのがどんなもんか知らねえが、そいつらの手の届かねえ場所にちーちゃんを連れてってやるさ。ちーちゃんは命の恩人だからな、そんくらいお安いもんよ。あのさ一番ん、そのセリフほとんどプロポーズだよ、分かってる？え、あ、はあ、なんでそうなるんだよ。いやいや、そう受け取るのが普通だって。マジかよ、プロポーズって言葉はトラウマなんだよもう。はあ、やっぱ俺が分かってねえとこで怒らせちゃってんだろうな。ちょっと勝手に落ち込まないで。おお、悪い悪い、心の古傷がばっかり開きやがってな。変な風に聞こえちまったんならすまねえ、言葉のあやってやつだ、忘れてくれ。でもよ、ちーちゃんの力になるってのはマジだ、そいつはできれば忘れねえでくれ。あっそ、こんなバカ初めて見た。あ、どうした？ありがとうございます。皆さんのおかげでいつもより早く終わりました。どういたしまして。綺麗になったビーチって気持ちいい。一番。あ、どうした？ありがとう。あ、それはそうだけどよ、なんか見つかったか、茜さんの手がかり。例えばよ、海岸でゴミ拾いしてるふりしてボートで海へみたいなことできねえかと思って調べてみたけど、この辺は見晴らしが良すぎるし浅瀬が続いてるから、ここから船でどっか行ったってのもなさそうだったぜ。へえ、結構真面目にやってたんだ、偉い偉い。偉そうにすんな。おめえはどうだったんだよ。まずないとは思ったけど、茜さんの持ち物とかが落ちてないかなって見てたけど、やっぱりなかったね。こっちも収穫なしだ。何人かに話を聞いてみたが、めぼしい話は聞けなかった。カロンさん、茜さんが日課にしてた活動、あと一つあったんだよな。はい、町の見回り活動です。ハワイは比較的安全な州ですが、それでも犯罪と無縁ではありません。私たちは酔った観光客やたむろする少年たちに声をかけて回ってるんです。そんなことまでしてたのか、すげえ人だな。 OK、
じゃあそこで手がかりが見つかるかもね。頑張っていきましょう。もうなんだよ、急に張り切り出して。そう、いつも通りだけど。俺たちにもその見回り手伝わせてくれ。どこを回ればいいんだ。今日はアロハブリッジ付近とアートウォールズを見回る予定です。まずアロハブリッジ付近から始まりますので、そちらに向かってください。現地に担当のロメロという者がいるので声をかけてください。私は後処理があるので、アートウォールズから合流できればと思います。ロメロだな。了解、任せとけ。お、ヤドカリがいるな。いつも家があるってちょっといいよな。すぐに帰れるし。これ帰るっつうか、そこが家だしな。それなりにでかい階だと、人の家にすりゃ 4LDK に匹敵すんのかな。でも 4LDK 担いで歩くってなかなか根性と体力いるな。だが 4LDK 階に住むってのはステータスだぜ。気合が入るってもんなんじゃねえか。なんだ 4LDK 階って。俺らも頑張って鍛えていい家に住めるように精進しねえとな。でもあれって持ち家なのか、賃貸の可能性はないのか。ああ確かに、宿借りっていうくらいだし、借りてんのかな。こんなに宿借りの家事情について語る人たち初めて見た。さあ、行きますか。全力で行くよ。はぁ、行くよ。せいや。よし、やるぜ。ああ、調子出てきたぞ。よし、になってくれよ。これは俺の気持ちは。強くなろうぜ。お前の気持ち伝わったぜ。体が軽いな。これ言うもとだ。Let's see what you got。やんのかこの野郎。任せといて。はぁ、いくよ。俺
の番だ。ほら、ガツンと行くぜ。いでよ。ご苦労。いつでもいい。よし、行くぜ。いい風吹いてんな。手加減はなしだ。よし、相手は勝利勝利。ハロー。人を泳ぎするか。アロハ。Thank you。アロハ。Thank you.
撃者するぜ。もっと狙わねえと。いい感じだな。いい絵が撮れたな。いい絵が撮れたな。いい感じだな。いい感じだな。いい絵が撮れたな。まあまあだな。いい感じだな。もっといけそうだ。いまいちだな。いい絵が撮れたな。いい感じだな。いい絵が撮れたな。いい感じだな。いまいちだな。いい絵が撮れたな。いい絵が撮れたな。いい感じだな。取れたな。いい感じだな。いい感じだな。いい絵が取れたな。いい絵が取れたな。いい感じだな。いい感じだな。いい絵が撮れたな。いい絵が撮れたな。もっと狙わねえと。いい感じだな。いい感じだな。いい絵が撮れたな。いい写真が撮れたぜ。撮って撮って撮りまくるぜ。いい感じだな。いい絵が撮れたな。いい絵が撮れたな。いい感じだな。いい感じだな。いい絵が撮れたな。もっと狙わねえと。いい絵が撮れたな。いい感じだな。なんか撮れてるか。また頼む。ハロー。あら。噂を聞いたけど。この辺は花がたくさん咲いてて綺麗だね。ちーちゃんは花だったら何が好きなんだ？なんだろうな。バラかな。バラか。綺麗な花だよな。
前に育てたことあるんだけど、すごく難しかったの。お水をあげすぎてもダメだし、剪定も大変で弱いんだよね。でも根気強く育てて綺麗な一輪咲いた時は嬉しかったな。私もいつかこんな風に咲けるかなって。ちいちゃん。ううん、なんでもない。ほんと手のかかる花よ。でも綺麗でトゲがある裏で弱さ隠して頑張って咲いてんだよな。少しバラを見る目が変わったぜ。ありがとな、ちいちゃん。何のお礼なのかわからないけどどういたしまして。仲良し。へえ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。アロハ。負ける気しないよ。これだな。うまく取れたぜ。全力で行くよ。また強くなっちゃった。吸収が早いのよね。よし。行くぜ。俺の気持ち受け取ってくれねえか。なんだ。どうする。強くなるぜ。見せてやるよ。わかった、よろしくな。喉乾いたな。わかった。準備はいいか。よっしゃ行くぞ。行くぜおめえら、突撃。
しゃあやってやろうぜ。ナイスな一撃だ。よっしゃ。よっしゃ。ナイスナイス。とっておきの準備ができたぜ。よっしゃ。チェック。後悔するなよ。任せといて。覚悟。シワを伸ばします。よし、やるぜ。ガツンと行くぜ。いでよ。ご苦労。手加減はなしだ。こういうのか。よし、さて行くぜ。全力で行くよ。俺の番だ。ショッシャー。また成長しちゃった。開けてみるか。やったぜ。開けてみるか。開いたぜ。開けてみるか。やったぜ。さあ、行きますか。全力で行くよ。よし、やるぜ。どうした？ガツンと行くぜ。超感。よくやった。調子出てきたぜ。はい、はい。近づきの印です。いかがでしょう。悩むね。信じてやろうじゃないか。
張り切っていこう。開けてみるか。開いたぜ。I'll take your life. 戦闘準備完了。全力で行くよ。覚悟。行くよ。よし、やるぜ。ビビってんのか。ガツンと行くぜ。いでよ。よくやった。手加減はなしだ。いけるか。おうよ。この拳受けてみやがれ。俺の番だな。相手してやる。もらった。出撃全開。ああ、調子出てきたぞ。行くぜ行くぜ。全力で行くよ。ガンガン行くぜ。参ったな。行くぜ。手加減はなしだ。腰抜き野郎。終わらせる。任せといて。ぶちかます。フラフラするぜ。調子出てきたぜ。寝てるな。よし、上昇上昇。これが俺の真骨頂。吸収が早い。また成長しちゃった。いけるな。悪くね。いけるな。うまいな。全力で行くよ。はあ、シワを伸ばします。いつでもいいぜ。俺の番だ。相手してあげる。調子出てきたぜ。俺の番だな。どうして？どりゃ。You're dead。来ねえのか。任せといて。
一丁上がりだ。よし。何なの。これは俺の気持ちだ。受け取ってくれ。これは。見せてやるよ。あんたについてくよ。ふん、いい調子だ。言うわけね。What are you looking at? Your face pisses me off. 後悔するなよ。任せといて。はあ、いくよ。ほら来いよ。よし、やるぜ。何？どうした？ガツンと行くぜ。いでよ。よくやった。調子出てきたぞ。俺の番だな。相手してあげる。もらった。Better not run。全力で行くよ。せいや。俺の番だ。いや。手加減はなしだ。吸収が早いのよ。あ、漫画売ってる。これ日本のやつだ。海外版だとロゴデザインが違って雰囲気も変わるな。へえ、漫画とか好きなんだな。うん、最近は絶版になった本もスマホやタブレットでダウンロードできるし、何冊でも好きな時に読めて、いい時代になりましたな。じいさんみたいなこと言うな。おすすめあったら教えてくれよ。そうだな、スマホにあるのだとこれとか、あとこれも好き。ほんほん、じいちゃん小学生向けのギャグ漫画好きなんだな。え、いいでしょ別に。いつ読んでも笑える最高の。俺もこれ大好きだったんだよ。しかもまだ連載してて感動だぜ。どうし、よっしゃ。So
の衣装かわいい。これ着てフラ踊りたいな。ちーちゃんはフラダンス踊れんのか。まあそれなりにね。ダンスは好きなの。バレエとか日本舞踊とかヒップホップもいいね。一番はダンスとかしたことある？せいぜい盆踊りか土壌すくいくらいしか。へえ、私その辺やったことないの。今度教えてよ。別にいいけど、これってダンスなのか？立派なダンスだよ。一番のレッスン楽しみだな。仲良し。呪文バトル開戦だ。さあ楽しんでいこうぜ。相手さん、いい面構えだぜ。ナイスな一撃だ。こいつめ、ファイト！いい試合だったぜ。またな。何でもできそう。Be a good workout. かかってきれ。全力でいくよ。はあ、いくよ。俺の番だ。Bring it. ガツンといくぜ。よし、戻る。よし。手加減はなしだ。こういうのだ。任せといて。よし、調子出てきたぞ。俺の番だな。